どうも、ムショウカです。オーストラリアでね、フルーツトラップを作っていこうかなと思います。マンゴーぐらいね、手でいきますね。パイナップルとかもやっていきたいんですけどね、パイナップルはちょっと包丁を使った方がいいかなと思うので、包丁でやっていきます。よし、こんなもんか。はい、皆さんこんにちは、ムショウカです。2日目の夜でございます。今日は昨日と同じ宿舎なんですけれども、昨日と同じく宿舎にライトトラップを張りながら熱帯雨林のと、あーなんか怖い人来た、怖い人来た、熱帯雨林の方とかも夜行けたらなという感じでございます。行ってみよう。ちょっと待って、これライトに来てんの、お、これクワガタじゃないの？お父さんこれ何？あ、それ灰色クワガタっていう、灰色というちっちゃいクワガタですね。あ、やっぱクワガタっすよね。クワガタです。すごー。これなんかちっちゃいサイズとかそういうこと？これがもうマックスサイズぐらい で、これはオスで、オスでもこの牙の長さなんですけど、はい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 、メスだと普通のクワガタぐらいのサイズの牙になります。ちなみにこれって日本で飼育してる人とかいるんですか？いますね。たまに日本に入ってきて飼育はするんですけど、まあ、結構難しいって、あまり繁殖できないっていうので有名で。ああ、そうなんですね。結構苦労してる人多いです。住んでるのはオーストラリアだけ？そうですね、オーストラリアのケアンズの東北部の熱帯雨林にしか住んでないクワガタで、オーストラリアでしか出会えない。はい。うわー、かっこいい黄金虫来た。何こいつ、プラチナ黄金みたい。白く輝いてますね。これは何ホワイトやろうな。アンミカに聞いてみよう。白って200色あんねん。あのね、白で光ってるんですけどね、頭の方はちょっと虹色っぽい色してますね。うわー、これ甲虫の標本収集家が喜びそうなコガネムシだ。最高にかっこいい。足もピンク色だ。あ、クワガタのメス来てんじゃん。これノコギリじゃないのか。野田さん、オーストラリアってノコギリいるの？一種類だけいます。トレスノコギリクワガタっていう、オセアニアにあるトレス海峡っていうところにちなんだ名前のノコギリクワガタなんですけど、日本のノコギリクワガタみたいに大きくはない、半分ぐらいの大きさなんですけど、黒貴重で羽の襟にオレンジ色の模様があるんで、結構かっこいいクワガタです。ちょっとヒメカブト交尾してるやん。今日も来てくれました。今日いっぱい虫飛んできてるな。お、あそこにいるのはエンマコオロギじゃないか。でもね、確かにこのオーストラリアの林床でね、コオロギっぽい鳴き声はいっぱい聞こえるんですよね。多分こいつだ。そこそこ音も大きいし。わー、でも見た目はほとんど日本のエンマコオロギと一緒やな。いるんだね、オーストラリアにも。こっちのライトトラップにめっちゃ集まる。これがね、昨日のライトトラップでも言ってた東華総研さんの全方位ライトトラップ。やっぱり東華採集用に作ってるライトやからか、紫外線が多いんかな。めっちゃ昆虫集まるね。宿舎の横にワラビーが来ました。かわいい。なんか日本でいうちょっとこう野良猫的な感覚でいるな。お腹にポケットがある小さなカンガルーですね。うわというわけで夜の熱帯雨林にやってきました。クロギリスとか見てえな。オーストラリアに8センチのクロギリスがいるらしいんで探せたらなと思ってるんですけども、ちょっと雨降ってきちゃったな。やんでくれへんかな。クロギリスってことはこういうところにいるんじゃないかな。こういうところの、うわ、いた。マジで？いた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 。うわ、いたー、クロギリスだ。でかっ。おー、ヤンバルクロギリスよりちょっと大きいぐらいのサイズかな。いました。やった、見たかったんだよ。図鑑にはね、一応8センチって書いてあったけど、さすがにこれ8センチはねえな。しかもこれで成虫サイズやと思うんで、おそらく図鑑の間違いかなと思います。いや、でも話してたらマジで見れた、嬉しい。せっかくなんで無償化ボトル。うわ、ほら見てこの顎。うわ、リオックみたい、かっこいい。あった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 、嬉しい。あー、マジで痛い、マジで痛い。あー、マジで痛いけどマジで嬉しい。あー、痛いよー、痛い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 。ちょっと嬉しくないかも。あー、痛い、しつこ。お、あれでかいぞ。あれもクロギリスや。これはでけえ。このクロギリスはちょっとでかいな。うわ、でかでか。ちょっとさっきのが限界サイズかなと思いましたけれども、ヤンバルクロギリス超えましたね。リオックほどでかくないけど、ヤンバルクロギリスよりはでかい。コードル。あー、ごめんって。これ見てオーストラリアのクロギリスばっかでけえ、マジで。うーわ、タコスコでけえわ。怖すぎ、マジで。ヤンバルクロギリスよりでかいクロギリスがオーストラリアにはいます。待って待って待って待った、ガーガー。いった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 。あいだ、いや。
いやー嬉しいな、マジで。こういうとこクロギリスいそうやなって思ったとこで見つけれたら嬉しいね。低木の葉っぱの上でなんか鳴いてるね。樹状性のマツムシの仲間やとは思うな。いた、鳴いてるのこれだ。後ろ姿しか見えませんけど、スズムシみたいな羽の開き方してますね。やっぱり樹状性のマツムシの仲間ですね。顔はエンマコオロギみたいな模様してる。お、なんじゃこいつ、謎の直視目。あ、これ絶対成虫になったらおもろいやん。トゲの生えたキリギリス。うわ、これ成虫みたいな。これちっちゃいけどね、成虫になったら絶対かっこいい形してるな。なんかちょっとツシマフトギスの細いやつみたいな感じはする。葉っぱの上にカミキリがいました。こいつなんか前胸部尖っててかっこいいね。模様もいいね。お、アメンボがいますね。オーストラリアのアメンボ。背中にちょっとまだら模様みたいなのがあるアメンボですね。サイズは日本のアメンボと同じぐらい。元さんがバッタ取ってくれた。え、なにこいつ。え、やばい、日本の何にも近くない。なにこれ、キリギリスではあるよね。スユムシの仲間にしては頭大きいし、なんか顔コロギスみたい。こちらはどうやらオーストラリア北東部に生息するクロギリス科のバッタの仲間だそうです。海外には羽のあるクロギリスの仲間がいるそうです。やべえ、水の中になんかいる。これクロギリスの幼虫じゃね。実はね、クロギリスって水に潜って逃げたりするらしいんですよ。まあ今どう見てもこいつ浮いてるだけやねんけど、さっきね、この水中の木の上をとことこ歩いてたんですよね。こちらの幼虫はおそらく先ほどの羽のあるクロギリスの幼虫だと思われます。ネットで調べてみると、これと同じように水に濡れた幼虫の写真があったため、おそらく池や川の周りに生息していると考えられます。夜の林道から宿舎に戻ってきたんですけども、こっちのライトにやべえ影があんの。見てあれ、お、見て、でかっ、でっけー、大ウスバカミキリですよ。見てこのサイズ、かっこいい。オーマイゴー、でかすぎ、わろた。マジかよ、大ウスバカミキリでかいわ。ヘラクレス今日も来ました。こいつ結構ボロボロっすね。ほんとだ。うわー、でも手のひらサイズ。今日も来た。2日目夜はピザパーティー。ヤママイもいっぱい来てますね。こっちにもいるし、こっちにもいる。でも2匹とも模様が違うね。見てよこのヒメカブトの量、めっちゃ来てる。いや、オーストラリアでは普通種らしいですからね。にしてもこんなにカブトムシ来るかね。いや、面白いなー、オーストラリア。これ見て、ワニさんがライトトラップで見つけてくれた。うわ、クサカゲロウみたいじゃん。これまた今回見てないカマキリやわ。今回カマキリ5種類目よ。これも日本にいないカマキリだ。日本でカマキリ言って少ないからね。いや、でもわからんよ、日本でも探したらこういうのいるかもしらんからな。さあ、ライトトラップを片付けようかなと思って見に来たら、お前マジかよ、世界最大のヘラクレスさんが1匹、2匹、3匹、4匹、ヘラクレスさんのバーゲンセールやで。一体愛って何ですか？どんなに抱き